うわー綺麗ですね。ハイターハンド綺麗。持ちやすい、うん、こんなに違う言います、うん、今回はハイエンドミラーレスカメラの比較ということでスペックから見えない違いについて紹介したいと思います。ということで、マカラさん、6機種用意していただいたと思うんですけど、うん、なんかそれぞれ特徴やトレンドみたいなところって、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか、ね、はい。これ各メーカーのハイエンドモデルを1機種ずつピックアップしたような感じですと。で中にはフラッグシップと呼ばれるモデルもあるんですけど、はい、まあ、基本的には高性能なモデルを揃えてます。こうしたハイエンドなミラーレスカメラがスタンダードクラスとかそういった下のカテゴリーのカメラと何が違うのかっていうと基本的に画質はそんなにその高くなったから良くなるってことはないです。最近はミラーレスカメラはもうどれも高性能なんで画質だけ求めて、こういったカメラを選ぶっていうのはちょっと違うのかなっていう感じはします。じゃあ何が違うんだっていうとやっぱり使い勝手なんですよね。一つはこうファインダーがすごく見やすかったりとか、まあ、このグリップがすごく握りやすかったりとかあとはそのレスポンスですよね。撮影した後にその撮影画面に戻る時の速さとか、そうするとやっぱりこう使ってた時にその使ってるフィーリングが全然違うんですよ、はい。まあ、撮って気持ちよくなるっていうのがやっぱりこのクラスはすごくレベルが高い。なるほど。あとは堅牢性でして防塵とか防滴の性能が高いんですね、はい。まあ、中にはその落下に対して強かったりも、まあ、するものもあったりするんですけど、はい、まあ、すごく故障しにくいっていうのが一つ大きなポイントです、はい。ではここから6機種の特徴をお話しいただければと思います、はい。まずニコンのこの Z8はい、というモデルですね。これはフラッグシップの Z9 というモデルがあるんですけど、はい、それの性能をそのままダウンサイジングしたようなモデルでして、そこが一番大きな特徴ですね。で、まあ、通常こういった下のモデルなんですけど、何かしら性能がこう落ちたりとか、はい、何か機能が抜け落ちたりとかするんですけど、こういうカメラのすごいところはそれが一切なく、もう全く一緒です、ね。動画の記録時間だけちょっと、まあ、ボディがちっちゃいので、ちょっと短いだけで本当それ以外はもう一緒ですし、むしろちょっと機能的には上回ってる部分もあるぐらいで、これはもうニコン すごいカメラを出したなっていうところですね。次がキヤノンの EOS R3 っていうですね、はい、そっちのカメラなんですけど、まあ、このカメラだけですね、ちょっとボディが大きいです、はい、大きいですね。縦位置グリップって呼ばれるボディの構造が下についてます。で、まあ、カメラ詳しい人だったらこの縦位置グリップがついている形状のカメラはイコールフラッグシップモデルで認識されるとは思うんですけど、実はこれフラッグシップじゃなくて1個下のモデルなんですね。ただめちゃくちゃ高性能でして積損型のセンサーを搭載していて、オートフォーカスとレーシャーが高いっていうのが一つポイントになります。で次はですね、ソニーの α1 っていうカメラでして5000万画素の高画素センサーを搭載してるんですけど、それでいて連写性能が高くてですね、高画素と高速性をこう組み合わせたような、カメラですになってます。だからやっぱりフラッグシップだけあってそこはちょっと一個上のなんか存在かなと思いますね、うん、はい。こちらの富士フィルムの XH2S というモデルになります。こちらですね、はい。まあ、こちらは富士フィルムの X シリーズのフラッグシップモデルになっていて、はい、X シリーズはダブルフラッグシップっていう形をとってまして、実はもう1機種フラッグシップモデルがあります、はい。で、この S のついたこちらは、まあ、S スピードなんですけど高速性に特徴があるというのがポイントです、はい。でもう1機種の方は、まあ、S がないんですけど、それは高画素センサーを搭載していて、まあ、高解像度に撮れるっていうのがポイントになっています、はい。こちらが、OM システム OM-1 というカメラですね、はい。OM-1 の特徴なんですけど、やっぱりセンサーでして、はい、積層型のセンサーをですね、マイクロコーサーズ機として搭載しているっていうのがポイントになります。で、まあ、積層型のセンサーによってですね、画質も向上してますし、あとオートフォーカスですね。フォトダイオードって言われるものを、まあ、一つ一つの画素なんですけど、それを4分割して、縦と横のクロスでオートフォーカスをするっていう、すごく手の込んだ仕組みを採用しています。はい。こちらルミックス GH6 っていうカメラでして、はい、こちらは、ルミックスマイクロフォーサーズ機の、フラッグシップモデルになります。でこのカメラのポイントはもう動画でして、開発キーワードがコーデックモンスターっていういろんなフォーマットといろんな解像度で撮れるっていうのが一つポイントなんです、はい。まあ、一例挙げるとですね、撮れるのが 5.7K60p、それから 5.8K、アナモフィックの 30p でこれを、クロップなく撮れるんですよ。ああ、そうなんですね。同じ価格で撮れるので、プロからするとすごく使い回しがいい機材なのかなと思います、はい。
じゃあここからは、フルサイズの3つをスペックから見えない違いについていよいよちょっと見ていきたいなと思うんですけど、はい、オートフォーカス、操作性、画質などについてちょっと喋っていきたいなと思います。まずオートフォーカスなんですけど、ダンサーさんにこう、はい、踊ってもらって、そうです、ね、ちょっと広角気味に、はい、フィックスで、で一緒にこう見てったと思うんですけど、す、ね、はい、オートフォーカスで何チェックしたかっていうと、はい、被写体検出の精度と追従性の高さっていうのを見ていったと思うんですけど、はい、やっぱりこの3機種っていうのはそこはものすごいレベルが高いっていうのが良かったですね。ですよね。と思いますね。はいはい、でただ中でも EOS の R3 とニコンの Z8、はい、この2機種が今回の検証に限っては、はい、一つ良かったかなという印象を持っています。はいはい、でじゃあまず α1 の方から話をすると、はい、α1 ももちろん高精度だったんですけど、はい、一瞬ちょっと抜けたりとか、顔を検出しなくてその人物に対して普通のオートフォーカスが働くみたいなことがあったんですね、はい、でこれは何かというと、実は α1 にはリアルタイムトラッキングという F の機能があって、はい、でそちらも一緒に試したと思うんですけど、はい、それを使えばほぼ同等でした、ね、になるというところで、はい、じゃあリアルタイムトラッキングは何だという話になると、はい、要は追尾機能なんですけど、どの被写体を追尾しますかっていうのを自分で選択してオートフォーカスを働かせるっていう機能なんですね。まあ、それを一手間と捉えるか、そうですね、それとも狙った被写体を確実に捉えるための機能として考えるかっていうところで意見は分かれるんですね。で、かたやこの2機種っていうのは、そういった機能をもちろん搭載してるんです、はい、搭載してるんですけど、それを使わなくても自動的に認識してくれたっていうところがまずこの α1 とその他の機種の違いだと思います、はい、α1 が一番こう発売前なんですね。2021年の3月なんですけど、はい、で実はソニーってこの後オートフォーカスをアップデートしてて、下位モデルで AI プロセッシングユニットでオートフォーカス専用のユニットを搭載してます、はい、でそれが搭載してるカメラだと実はトラッキングを使わなくても全画面できっちり追います。 α6700 っていう実は APS-C ミラーレスが発売になって、はい、でそちらも一緒に試したんですけど、はい、そちらはしっかり追っていたので、そうですね、本当ハイエンドがこっちなのに、ね、やっぱり新しいものの方が、うん、そっちの性能が高いっていうのが面白いところですね。まあ、そこはもうちょっとしょうがないというかデジタルカメラなんで、性能が新しいものの方がいいっていうところあるんです、はい、ただ基本的な処理性能は高いので、連写を含めての AF での動体撮影性能は α6700 より高いです。それはもう間違いない。その辺がやっぱりフラッグシップっていうところだと思います、はい、で EOS R3 の AF に関してはもうちょっと次元が違うというか、はい、驚異的で動体認識とか、まあ、頭を認識したりとかっていう、そのいろんなパターンの認識ができるんですね。だから、瞳を認識しない状態でもきっちり人物を認識してくれてピント合わせてくれる。一瞬の食いつきがいいというか、これも感覚の話なんですけど、グッと被写体が動いた時に対する反応の良さっていうのが一番いいと思うんです。実はキャノンもそうなんですけど、ソニーと一緒なんですけど、R3 が発売になった後に R6M2 とか、はい、R8 とかっていう下位モデルが出てるんですけど、どの被写体を追うかっていうのを、選択しなきゃいけないんですよね。人物とか乗り物とか、はい、それが、オートでやってくれるっていう機能も下位モデルには搭載されています。で Z8 に関してはフラッグシップ Z9 のオートフォーカスがそのまま入っているので、もちろん高性能、あくまでも感覚的にはですね、肌感的には、まあ、キヤノンとかソニーの方が AF の性能は高いと思ってたんですけど、はい、実際試してみるとそんなことなくて、きっちり追ってくれるなっていう認識はありますね、はい、そこはちょっと意外なところというか、はい、どれも素晴らしいオートフォーカスだと思います、はい、まず Z8 からなんですけど、ファインダーがですね、やっぱり一番の特徴でして、光学ファインダーに近いようなそういう自然な見え方のファインダーに仕上がっています。で、まあ、それ何かっていうと、光学系がすごくいいものを搭載しているので、まあ、クリアな見え方ですし、あとまあ色なんかもすごく自然ですし、ギラつきもないっていうところです。すごく評価の高いファインダーですね。はい、うわー、綺麗ですね。ファインダーは本当に綺麗だと思いますよ。この味わいというか、はい、ファインダーの見え方はですね、はい、やっぱりこの Z シリーズ、ニコンがやっぱりちょっと頭抜けてる感じで、使ってて非常に心地いいです、うん、グリップもでも結構奥まで指が、そうですね、その辺もやっぱりこだわってて入るので、もともとこのクラスになるとグリップは大きいので何度でも握りやすいんですけど、ニコンの場合はやっぱり一眼レフで培ってきたグリップ形状 その作り方みたいなのがあって、はい、それが今最新系なんですよ、ね、ちょっと細いんですけど、あ、細いんですね、細くて深いみたいな、こ
こが、はい、ここってことですか、ね、ここのクリアランスが結構広いのであの握りやすいのはそれだと思います。なるほど、これはさすがニコンですよね。キャノンですね。なるほど。おあグリップもこれこのまあさすがにそのサイズになるとちょっとまあボディが重いっていうのはあると思うんですけど、まあ持ちやすいと思います。ですね。そう縦位置もやっぱりで縦位置でもやっぱりここにこういった操作性があるのでフォーカスを動かせる操作性があるので横でも縦でも同じように使える。あこれはいいですね。確かに使いやすいですね。はい。うわあこれもいいですね。また違う方向性だと思うんですけど、あのやっぱり綺麗ですよね。まあそこもやっぱりフラッグシップ級のモデルなんで、まあキヤノンならではのこだわりというか、あのクリアだと思います。クリアですね、はい、ソニーの α1 なんですけど、これはやっぱりボディがすごくコンパクト、フラッグシップなんですけどコンパクトっていうところと、あと上面に結構ダイヤルがついてて、あの細かい操作ができるっていうのもポイントですね。結構ありますもんね、そうですね。あとボタンのカスタマイズがすごく充実しているので、いろんな機能があるんです。あの細かいことはちょっとあれですけど、オートフォーカスに関してとか画質に関してとか細かい機能設定があるんですけど、それをアサインしてワンプッシュで呼び出したりとか、ブロッキーっぽい使い方ができる、はい、自分の好みに合わせて、そうですね、カスタマイズできる、はい、キヤノンとニコンと比べて何が違うのかって、はい、僕はこのクリアランスグリップとレンズの間のスペースなんですけど、あるからそうちょっと狭いんですよね。ああ確かに。これ もう好みなんですけど、大きい望遠レンズとかつけた時に若干そのクリアランスが気になるっていう意見もありますし、私も実際そう思います、ね。まあ、ただボディが小さいので、持ち運びっていう点はあのメリットあると思うんです。確かにこう指は余るんですけどちゃんと握れるっていう、まあ、握れるのは握れると思います、はい、うん。ちょっと覗いてみます、はい、あ、綺麗ですね。まあまあそういう印象だと思います、はいはい、あのっていうのも画素数がめちゃめちゃ多いので、ファインダーの画素数が944万ドットなんで、ドット数は一番高いですね。高いですね、現状のミラーレス。なるほど。だからすごく高精細だと思います、まあ、あの非常にシャープ、ね、シャープな像だと思います、まあ、もちろん歪みとかもないので、はい、まあ、また違った見やすさという、ですね、もうもちろんこのクラスなんで画質に何か差があるかっていうと、はい、あまりないっていうのが正直なところなんですけど、画素数でいうと α1 が一番高い。 EOS の R3 に関してはやっぱスピード優先しているので2000万画素台に抑えられてます。なんでその画素数 に由来する細かいところのシャープネスみたいなのは、はい、まあ多少差があるっていうところですね、はい、まあ、ただ実際そんな印刷するのかっていうぐらいのでかい紙に出さない限り違いはないですね、はい、撮った写真をトリミングをして一部をこう切り取って印刷したいとかっていう場合にはやっぱり画素数の方が有効です、ね、はーはーはー。解像度以外の話をするとですね、まあ、まあもちろんこのクラスなんで あんまりこう色付けがないというか自然で忠実な色でトーンで出してくれます。ただ、まあ、これあくまで感覚なんですけど、はい、まあ、それぞれスタンダードの画質仕上がり設定で撮った限りでいうと、キヤノンとニコンというと、まあ、どっちかっていうとキヤノンの方が鮮やかで、ニコンの方がまあそのフィルムっぽいというか、はい、しっとりとした感じ。ただニコンは最近ちょっと鮮やかな感じがします、まあ、もちろんこの3機種は忠実さっていうのはそれほど変わらないんですけど、はい、じゃあなんでニコンの Z がそうなのかっていうと、レンズの性能が光学性能がめちゃめちゃ上がってるんですよ。Z マウントっていう新しい仕組みによってレンズの描写力がもうダイレクトに入る感じがあってですね、要はこれまでは映んなかったものが映ってるっていう感覚です。本当に新しい新次元のものだと思います。これからも楽しみですね。いや本当にそうですね、はい、うん、でまあ、アルファ1もですね、でやっぱりそのミラーレスを作った歴史が一番長いんで、だからまあいろんなパターンで撮れるし、昔で言えばソニーの一眼カメラってちょっと色が被ったりとかっていうのもあると思うんですけども、はい、オートフォーエホワイトバランスの精度も高いですし、もうキヤノンニコンと全く遜色のない画質で撮れます。このクラスになると一つの性能とか機能とかで選ぶっていうよりもトータル その世界観っていうか、そうですね、で選んでほしいですね。じゃあ続いて APS-C と、マイクロフォーサーズの、まあ、スペックから見えない違いということで、まずはオートフォーカスについてですね、はいはい、まず驚きだったのが富士フィルムの XH2S で思ったより大きなっていう印象ですよ ね、はい、まあ、キヤノンとかニコンとかと違くて、はい、顔と瞳をこう交えながら認識するというよりも瞳をちゃんと認識してくれてるなっていう印象で、きっちり捉えてるっていう、はいはい、まあ、若干ですけど外すこともあります。若干ですね、うん、それは、うん、ま、本音で喋るとそうなってしまうんですけど、はいはい、昔に比べればよく合うますし、まあ、今回の検証でもそれは実証できてると思うんですよね、うん、まあ、
なんでこのフルサイズの上位機種と比べても、はい、まあ、遜色ないレベルまで来てると思います、ね、それに驚きましたね、うん、まずそれはそうですね、はいはい、でマイクロフォーサーズの2機種に関しては、はい、まあ、若干差がそこここで差があったかなっていうところで、そうですね、はい、まあ、まずあの OM システムの OM1 の方なんですけど、はい、あの画面の表示上で認識がされないというか、うん、人物を認識してないので、あの撮影した時にあれみたいな感じだったじゃないですか若干ありましたね、はい、ただ実際撮った映像を見るとそんなことなくて、意外にちゃんと追ってます。一瞬がなんかパンとこうあの露出が、自動露出がおかしくなっちゃってバンってなっちゃったんですけど、まあ、あれは今回たまたまのイレギュラーかなと思うんですけど、普段はもうそんなことはないんですけど、まあ、あれはちょっとイレギュラーだったっていうところ、ね、あと実際その、まあ、野鳥とか、はい、まあ、電車とかで撮ることはあるんですけど、特に野鳥の撮影だときっちり追ってくれるんで、あの結構信頼性は高いと思います。で GH6X の方なんですけど、はい、あのこちらはちょっとやっぱり差がここでありましたよね、うんうんうん、ありましたね、うんうん、ピントは合ってるんですけど手前の被写体に合ってるんですけど、はい、認識をしてないっていうような状態が結構長くて、まあ、これはですね、はい、まあ、一概には言えないんですけど、はい、あのルミックスの GH6 だけコントラスト AF なんですよ。パナソニックは、うん、あのコントラスト AF にかなりこだわってきたんで、そこで差が出てるのかもしれないです。もしかしたら実際ただ棒がで使う分には、はい、実はそこまで性能が出なくて、もっと僕は思った、はい、田中さんどうですかね、そこまで速い動きのものに対して、はい、ピントを高精度かつ高速に合わせる必要ってない。そうですね、まあ、なんかそのものにはよると思うんですけど、僕滑らかにアップいけばと思うんですけど、そうなんですよね、うん、なんか瞬間瞬間にこう合うと逆に酔ってしまうとかっていうのもあると思うん で、うん、で結構マニュアルで動画撮る人も多いと思うので、あ、なるほど、はい、なのでそこはあまりこう気にしないでもいいのかなっていうのを正直に思いました、うんうん、実際動画で撮る分には、うん、まあ、そこまでのものは求めなくてもいいのかなという評価ですね、はい、そうですね、はい、うん、またこれもあの場所でそうですね、環境でのっていう、そうそうそう、あのテストだったので、はい、あくまで参考までっていうところで、うん、そうですね、はい、はい、富士フィルム XH2S なんですけど、はい、まあ普通なんですけど、はい、あのこれ普通であることが富士フィルムにとっては、まあ、ちょっとポイントになるというか、はい、十字ダイヤルもありますし、まあ、非常にスタンダードなんですね、まあ、そこは一つポイントですね、やっぱり。おお、あ、うん、なんかソニーとちょっと似てる感じはあるかもしれないですね、うん、グリップ感というか、ちょっとこう4本の指の1本がちょっと僕だとこう余るっていうか感じ、ただちゃんとこう奥までグリップできるので安心感はありますね。富士のそのファインダー X シリーズ史上最高を歌ってまして、はいはい、見えはいいと思います、はい、すごくいいですね、うん、基本的に、はい、まあ、倍率も高は十分に高いですから、うんうんうん、あの APS-C としてはいいファインダーだと。色合いが若干違うかもしれない。そうかもしれません。それ富士独特のこだわりだと思うんですけど、あのそれを設定で変えられるんですけどね。ちょっと青いかなと。あ、そうですそうです。うん、青いですね。ちょっと青みが。はい、じゃあ続いて OM1 ですね。はい。はい、もう、はい、あのボディ自体はやっぱりコンパクトなんですけど、必要なものは一通り揃ってるんですよね。あの F フレームの。あの選択できるダイヤルとかもありますし、うん、まあ、上面も十分な操作系を持ってますので、まあ、あのその電車の設定だったりとかも、まあ、あのすぐにできますし、はい、あのよく考えられてるなという感じです、うん、狭いレイアウトの中にあのボタンを結構詰め込んでる感じがあるので、はあはあ、うわー、これあ、うん、持ちやすい、うん、こんなに違います、うん、なんでしょうね、このサイズ感でいうとここの2つと似てるんですけど、うん、グリップ全然違いますね、うん、握りやすいと思います。なんかここが細くて、うん、ちょっとだんだんこう奥に行くにつれてこうめり込んでる感じがあるんですね、うんうん、非常によく作られていますね。それ画質の話にもつながっちゃうかもしれない、はい、ちょっと落ち着いた感じが、はいはい、じゃあ続いて GH6、まあ、ボディはちっちゃいんですけど、かなり操作系が多いというか多いですね、うん、あのその辺は2つがフラッグシップというところで、まあ、上面のダイヤルなんかも、まあ、ドライブモードのダイヤルがあったりとか、ハイエンドっぽい操作系を持ってますし、まあ、背面もかなり複雑ですよね。オートフォーカスのモードの選択のダイヤルがあったりとか、あとあれですね、動画のボタンがやっぱ一番きっちりしてるというか、はい、そう、赤いレッグボタンがそう、まあ、やっぱり動画意識してる感じなのかなという印象ですね。一番なんていうかメカメカしい感じもありますね。見た目が。まあ、好きな人は本当に好きなタイプだと思います。ですね、はい、
これも持ちやすいですね、また。そうですね、人差し指にかけてのグリップの段差が結構大きいですよね。ここですね。そう、そうなんですよ。だから結構力を入れずにしっかりホールドできるタイプかなと。本当ですね、うん、思ったより軽いですね。あ、そうですね、はい、サイズ感からすると、うん、動画撮影機能が強いカメラなんですけど、はいはい、まあ、グリップもそうですけど、そうですね、静止画でも十分使いやすいと思います。本当ですね。まず富士フィルムの XH2S というフィルムシミュレーションというですね、フィルムの仕上がりをこうモチーフにして、色なりトーンなり細かく設定したモードがあります、はい、これがやっぱり一番の魅力でして、本当に多彩な色合いの写真を取って出しで撮れる、はいはい、でまた世界中でいろんなこうレシピがあってですね、それをこう読み込んで楽しむみたいなのも一つ世界観としてありますね。1台買ってずっと飽きなそうなイメージですね。いや本当にそうですね、はい、うん、なんかいいじゃないですかっていう趣味カメラとしてやっぱ、あ、そうなんですね、いいですよね、うん、またもう一つ魅力としては動画も撮ってらしでいけるっていうのが結構他にはない特徴かな、うん、他とちょっとそういう差をつけたいって人にはちょっといいかもしれないですね。いや本当にそう思いますね、うん、スタンダードに撮るカメラを持ちつつ富士フィルムを1台持つっていうのが実は一番楽しいと思います。あ、はい、まあ、その逆もあると思うんですよね。富士フィルムメインで使って、まあ、スタンダードなカメラでスタンダードな絵を楽しむっていう。確かに、マイクロフォーサーズの人気種に関してはやっぱマイクロフォーサーズなんで、はい、ここはこう厳密に言うと快調性だったりとか高感度のノイズとかっていうのはちょっとやっぱ落ちるんですよ若干、はい、ただその中で OM-1 はマイクロフォーサーズとしては一番高感度に強いと思います。ノイズも少ないですし、まあ、NPSC と比べてどうだって言われるとなかなかと何とも言えないはい、はい、ところはあるんですけど、明らかにこれ従来のマイクロフォーサーズと比べると絵は違います。ルミックスの方なんですけど、はい、GH6 の画質なんですけど、これはですねパナソニックが、コンセプトというか、はい、キーワードがありまして、はい、生命力生命美っていうですねコンセプトで一貫してカメラを作ってます、はい、でこのキーワードが何なんだって説明なかなか難しいんですけど、撮って感覚で言うと、はい、忠実な色合いだったりトーンなんですけど力強さがあったりとか立体感があったりとか、うん、なんかちょっと独特です。あ、極端に色をシフトするとかってこともないんですよ、はい、それでいてすごく絵に力がある場合があってでですね、はい、まあ、これは結構プロの写真家さんからも評判のいい、いい色でいい写真いい動画が撮れる、それも間違いないです、ね。まあ、もちろんさっき言ったマイクロフォーサーズは快調性だったりとかノイズの部分でちょっと落ちる部分があるんですけど、はい、普通に撮る分には本当に気にしなくていいレベルなんですよ、はい。まあ、ぜひ使って体験してほしい、ね、そうですね、ですね、はい、うん、まあ、こういったいいカメラ選ぶときにまず見た目かなって僕は思ってて、突拍子もない話なんですけど、見た目とかとメーカーの思想とかコンセプトとかそのメーカーが今どんなカメラ作ってるんだみたいなのも結構大事だと思うんで、そこをまず共感できるかどうかっていうところがポイントだと思います、ね。まあ、なかなかね、はい、限定するっていうのは難しいところあるんですけど、そうですね、うん、まあ、僕が喋ったことをまあ参考にしてもらって、はい、まあ、その製品選びの軸にしてもらえればなっていう感じ、はい、そうですね、あくまで参考というところで、うんうん、はい、ありがとうございます、はい。今回紹介した製品の価格 .com での最安価格や口コミは概要欄の URL からチェックしてみてください。この動画がいいと思いましたら、高評価チャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。